僕なりの価値の伝え方、お金はないけど僕には経験があると、なおかつ彼らには知らないことも僕は知ってると。3、2、1、カモン。例えば、はい、国によってお金を気にして夢を諦める人。ああ、そうですね。いや、これはもう挑戦には絶対圧倒的な情熱と、あとやっぱり資金が絶対必要なんですよ。で、これお金なしには、突き進むことはできないと思う。ただとはいえ、そのお金とは何かですよね、その正体、そのなんでお金が必要なのか。例えば、まあ、僕の場合だと、おっさんの体をアスリートに変えるのにやっぱりプロの手が必要だったんですよ。で、公演とかでやる分にはお金かかんないし、仲間とやる分には大丈夫じゃないですか。でもいざプロのアスリートにするためにはやっぱりプロの仕事が必要なので、まあ、プロの人に関わってもらうと。そうするとそこにお金が必要だった。だからここはお金だよね。そう、お金とは何かってなってきた時に、僕にはまあ今当時無一文だったわけですよ。で、クラウドファンディングという手をまあ思いついて、僕はあの夢を、Jリーガーになりたいんだと。で、そのためにお金、全部仕事も辞めちゃったと。お金がないと。でも今からこの85万ぐらい必要だと、プロの体にするには皆さんお金くださいっていう謎のクラウドファンディングしたら121万ぐらい集まって、本当に圧倒的な情熱があるんであればクラウドファンディングを使って資金を使う。ただあとはその後から、例えば僕体のケアもしなきゃいけないなと思って、じゃあ体のケアにもお金使うかと、またクラウドファンディングするには結構大変だ。僕が本気でやってると今度は腕持ってるんでサポートしますよっていう人が出てくるんですよ。要するにお金を払わなくても僕の情熱に対してサポートしたい人が増えてくる。今だと3つぐらい、あの、生涯タダでいいよっていうお店があったりとか、そうやってお金じゃないもので自分の価値を提供することで向こうもそれに対してサポートしてくれるっていうのがあるので、全部が全部お金に変える必要はないと思うんですよね。要するに、まあ、プロボノ的な感じでいろんな人が、自分にそのスキルをプレゼントしてくれるような人間になるっていうことが大事で、その前提が情熱が徹底的にあって、圧倒的に僕にはできないけど応援したいなと思わせること。で、なおかつお金は渡せないけど、俺じゃあ歯医者だからいいよおいでよって、歯医者の歯見てあげるよって。僕は今マウスピース作ってくれてね、田中歯科っていうのがあるんですけど、お金というところで全部買えるんじゃなくて、自分の本気度みたいなものの希少価値に対して応援してくれる手を増やすっていうのは一つ方法かなと。で、一つ言いたいのはバイトは絶対するな。挑戦者絶対バイトしたら、もうバイトしたらもう小さいお金を貯めるだけになって、その熱も冷めていくんで、挑戦したいと思った今の熱が100だったら、その1年後はやっぱり100じゃないんですよ。下がるんで。なので今の100のうちのこの熱量をいろんな人をぶつけて、いろんな人を巻き込んで、あの、挑戦していって、いろいろこうクリエイティブにいろんなことをあの考えてやっていった方がいいなと。で、そこで失敗したらどうしようとか、お金集まんなかったらどうしようは一切考えない。その姿を見せる。失敗した姿を、こんなんでやったんだけど、100万欲しかったけど、もう5万しか集まりませんでした。もう爆笑ですよ。何が足りなかったのか、また分析してどんどん SNS アップして、その情けない姿を見せれるかどうか、要するに下に沈んで這いつくばってる姿を見せれないと挑戦者はやっぱり立ち上がっていけないんで、人の力を使って立ち上がっていくべきだと思うので、まあ、そういうことを繰り返すのが僕はいいかなと。いや、これをだから何を失敗と捉えるかですよね。目指したい、例えば僕だったら J リーガーになるっていうところがまあ一つの目標だったので、それがなれなければ失敗です。でもここでお金が集まらないとか、人手がいないとか、なんかこの辺で練習がうまくいかないとか、サッカーがうまくいかない、わ、これ失敗じゃないですよね。これ過程なんですよね。なのでこの過程に対する失敗って、あんまりまあ気にする必要がないというか、それはもう繰り返し繰り返しやっていくしかないと思うので、で、まああととはいえ、結果が出なかったものを失敗と捉えるかどうかは、まあすごく難しいところなんで、人それぞれですし、まあ怖いというものもあるとは思いますけど、まあどちらにしてもでも、あの、僕今8戦無敗、7勝1分け。その裏側、今見えてる8戦無敗はここですよ。その下、ここにはものすごい数の僕敗北ありますから、ものすごい数の失敗とものすごいあの数のダサさがあるんで、でもそういうものがやっぱり自分を支えてるっていう風に、まあこれちゃんと思考を変えるしかないですよね。自分のマインドをちゃんとコントロールする、視点を変えるっていうことが僕は大事だとは思います。そこに本気度があれば失敗もないも全部さらけ出して、もうみんな見てくださいと、これが全て僕の表現ですっていう、その成功したこの上のこのちょっとしたところじゃなくて、こういう全てどうやってその人が成り立っている ところを見せるかが大事かなと思いますね。ああ、そうか、夢がない場合はもう手当たり次第興味のあるものをやってみる。あの、無理に目指さない。あの、ちょっといいなと思ったら一丁紙。もう、あ、これいいなと思ったらやってみる。これいいなと思ったらやってみる。もうあっちゃこっちゃ手を出して、その中で自分が金銭に触れるもの、うわ、これだみたいなところ、あの、考えてでも前進まないんで、大事なのって、自分の人生にベットすることだと思うんですよ。そこにベットした上で考えるんですよ。でもみんな先にロジカルに考えようとするから、ベットできないんですよね。かけちゃうんですよ。
もうかけちゃったらあとはどうするかは考えなきゃいけないんで、それぐらいもういろんなもの手当たり次第やって勝負してみるのがいいかなと思って、夢がないことをなんかすごく卑屈に捉えたりする必要は全くなくて、興味があるものにとにかく一丁目でいいからどん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 やってみて、何やってんのあの子って言われようがないでしょうが、今そういう旅路なんだというふうに思っていいんじゃないですかね。例えばアスリートとかは一体したってどうするか。そうですね、これがまあ一番大変ですよね。なぜなら好きなことの延長上にアスリートは生きてるっていうのがあるんで、その他の会社の人の転職とはちょっと違うんですよね。やっぱりちっちゃい頃からサッカーしてた結果のサッカー選手だと、やっぱり触れるものがないので、アスリートのセカンドキャリアの問題って、まあ、まずはそこと、もう一点がやっぱり大観衆の前でプレーするんで、その刺激に飢えてるんですよ彼らは。でその刺激がもうなんていうか麻薬化しちゃってるんで、その刺激のない場所に身を置くと続かないっていうのもあるんで、まあ、この2点をどう変えるかっていう意味で言うと、僕はもう2つしかなくて、1つはって圧倒的に日本代表をもう徹底的に目指して圧倒的な力を手に入れる。それが無理だと思った瞬間に無駄にそこを頑張らず、この瞬間に並走させるものを 2,3 作っておく。サッカー選手でやることによって何ができるかというと、まずスポンサーさんがたくさんいるわけですね、クラブに。でそのスポンサーさんにやっぱり会いに行く、話を聞く、知人の社長さんに話を聞く、とにかくそういった人たちとどんどんコミュニケーションを取って、やっぱり自分のこの知識とかあれを広げていかないと、すごい狭い中で生きてるんで、やっぱこの視野をこうしないといけない。そのためには誰と話すか、チームメイトじゃないんですよ、監督やコーチじゃないんですよ。やっぱり近くにいるスポンサーさんの社長だとか、もしくは知人の社長さんと、やっぱり社会を見てる人たちと触れ合うことによって自分にできることが実は増えてくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、まずそっちをやるべきかなと。でその上でサッカー選手言っても練習2時間です。前後入れても、まあ、1時間、まあ、終わった後に2時間とか入れても、まあ、5時間ですよ、練習か。24時間中5時間、あと睡眠で8時間、その時間を徹底的に自分の人生のために役立てる、人に会うなり何かをやってみる。で資格取るの僕あんまおすすめはしないです。そういうことじゃない気がするので、好きなことをどんどん増やす。ラーメンが好きだったらラーメンを作りに行ってみるとか、修行してみるとかでもいいし、なんかそういう自分なりの好きなことが他にもあると思うんで、そういうのに触れたりとか、あとはさっき言ったように視野の広い人たち、視座の高い人たち、そういう人たちと触れることがいいので、チームメイトとつるまないが一番だと思います。僕は、1年目はまず、水戸ホーリーホークの時は年俸10円だったんですね。なのでお金全くないというところで、もう困ったぞと。で、まあ、何をするかって言ったら、すべて一日一日が次のキャリアにつながるかどうかを考えていたので、もちろん試合に出ることも、だから練習は 100% なんですよ。こういうこと言うと、なんか練習に没頭しろとか、いろいろサッカーだけに集中しろって言われるんですけど、それはやってるんですよ、練習中は。それ以外は自由じゃないですか。ってなると、僕は特にその時は本当にお金なくなっちゃったんで、僕はまあしてた一つとしては、どうやったらこの状況を打破できるだろうかと考えた時に、まあ、まずは、自分でひもじい思いをすることが一番だということで、朝、朝ごはんを寮で食べに行きます。で、そこにタッパー持ってって、白飯入れて、梅干し乗せて、持って帰って、お昼食べるんです。それをたまたまね、チームメイトの、僕当時寮に住んでたんで、高校生とか若手だけがいるんです。一人だけ40歳いるわけですよ。で、若手が入ってきて、19歳の子。アビさん何してるんですか？いや、俺の弁当、みたいな。お昼。アスリートがそんなんじゃダメだよって言ってくれて、僕はご飯ごちそうしますよ。当時まだ彼15万とかしかもらってないんですよ。水戸ホーリーホークでもそんなに給料もらってない。普通19歳の子に言われたら40断るじゃないですか。僕はぜひ。でもご飯ごちそうしてもらって、でもその代わり僕が思ったのは、こういう時にどうするかを考えよう。1000円の昼飯をおごってもらった、よしよしじゃなくて、そしたら1000円の昼飯は僕2000円分の話しますよ。3000の昼飯は僕6000円分の話をしますよ、ということで、僕なりの価値の伝え方、お金はないけど僕には経験がある、なおかつ彼らには知らないことも僕は知ってるということで、そういう知識との交換、要するにお金はそこに媒介しなくて、彼はご飯、僕は知識みたいなところで、それが何か次に生きるんじゃないかなとかっていうのをやってたりとか、あとは観客席を20席僕にくださいと、遠方いらないんでと、で1席1万円でマネタイズして月20万入るわけで、1試合に20万入ったら、例えばチームと折半して、でその分じゃあ試合に出れなかった時に、そのさっき来た1万はもう払ってきてくれた人大変じゃないと、ベンチにでも入ればすればなんかこうお出るかなみたいに思ってもらえるけど、出ながらのベンチ外にどうするんですかって言われたら大丈夫です、そっちの方が特権ですと、21席目を設けて僕が生解説しますと、わざわざ東京から来てくれたから僕と一緒に試合を見れると、そういう施策を自分なりにアイデア出したりとかっていう、やっぱりこうビジネスマン的なその知識をやっぱり J リーガーの中にこう
盛り込んで、で変えていこうと。で例えば YSCC 横浜の時は、YSCC の試合って横浜の三ツ沢というところであるんですよ。拠点が本木なんですよ。まあ、港町ですよ。さすがに横浜マリノス、横浜 FC がある中で、YS の試合ってなかなか見に来ないんですよ。そしたら僕は、そこの駅から YS までの、三ツ沢までの道のりとかをマッピングして、各、自分たちがよく行くレストランを選手にあげてもらって、アビックのレストランここ、誰々のレストランここみたいな、背番号レストランみたいにして、そこに行くとスタンプラリーがもらえて、最後、例えばタダで見れるよみたいな。要するに、中継地点を設けて、スタジアムに最終的に行って、見て、帰りなのか行きなのか。そこにやっぱ楽しみを設けてあげないと、ただサッカー見に行くって、やっぱ、だったらマリノス行くよとか、だったら映画でいいよってなる。でも、横浜散策をしながら、こんな店に行きながら、ここで食べた、ここでお客さん食べてんだ、同じメニューだ、食べた、応援した、あ、いいね、帰ろう、じゃあここで一杯飲んで帰ろうか、みたいな、地域のこの中のマッピングするようなものを作ろうって言ってクラブでやったんですけど、なかなかやっぱり、そこまで手も、クラブも手が回らなくて、マンパワーなかったんで、だ僕はそういうふうに、いろんな人にメリットが出るような形で、いろんなことを考えて、みんなで協力して、ミーティング開いたりとか、選手でそんなミーティングやるチームなかったと思うんで、まあ、そういうことをやったりはしてましたね。この動画が面白かった場合はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。Twitter やってますので、ぜひフォローしてください。インスタもやってます。ぜひフォローして皆さんに見ていただきたいです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と Twitter、Instagram の登録をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。